つむぎ、つむぎ、つむぎ、つむぎ。動かないのだ。きっと、みんなのところに行ってしまったのだ。僕は野原から綿毛をつけたばかりの小さなタンポポを一輪積んできて、つむぎの足元に備えたのだ。2030年、日本。度重なる失政により貧困、環境汚染、内戦が広がり、路上で人が死んでいるのが当たり前の時代になったのだ。ボイボ寮の仲間たちもみんな遠くへ行ってしまったのだ。僕一人を残してみんなに会いたいのだ。あの頃のことが懐かしいのだ。もうこれ以上生きていても仕方ないよね。